都心へのアクセスに便利な都営地下鉄大江戸線。現在光が丘駅まで整備されているこの路線にさらに伸びる計画があることをご存知ですか？これは大江戸線が JR 武蔵野線の東所沢駅まで伸びる計画で、練馬区内は新たに土志田駅、大泉町駅、大泉学園町駅の3つの駅が整備される予定となっています。今回は大江戸線の新駅ができる予定の土志田、大泉町、大泉学園町エリアを訪ね、その魅力をご紹介します。土志田にやってきました。将来大江戸線が伸びた時にはこの辺りに駅ができる計画ということです。土志田は区内でも農地の多い地域です。畑がある公園もあるんですよ。土志田農業公園は野菜作りを通して自然と触れ合い、農文化に親しんでもらうことを目的とした公園です。園内の畑では毎年4月から翌年1月までのおよそ10ヶ月間、農業教室が行われています。受講生は農場スタッフに畑作りから植え付け、収穫までを教わり体験できます。また昔ながらの納屋や水車などがあり、かつての練馬の農風景を感じることができます。土志田にはみかんのもぎ取り体験ができる農園もあります。わあ、たくさんのみかんが実ってますね。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ね、とても綺麗で大きなみかんですね。はい、こちら何という品種のみかんなんですか？これはね、温州みかんです。はい、ここ練馬でみかんって育てられるんですね。はい、今から11年ぐらい前ですね、群馬の方で栽培してるという話聞きまして、苗木を買って、育てました。まあ、5年ぐらい前からなってます。 毎年それで、住宅街でも風通しいいし、育てやすいです。今どのくらいの数の木があるんでしょうか？約200本です。先週の日曜日は300人ぐらいのお客様が来てます。すごい数ですね。1人3個にしても900個。でもそれに対応できるぐらいたくさんのみかんが実っているということですよね。まだまだ十分ありますんで。では私も早速そのみかんの摘み取りさせていただけますか？はい。加藤さん、はい、収穫時期のみかんのこう見分け方教えてもらえますか？大きさは関係なく色づきのいいものが比較的太陽光線当たってますんでいいと思います。色ですね。はい、この辺はどうですかね？お、結構大きいですね。ちょっと取ってみますね。はい、よいしょ。どこを切ればいいんですか？根元でいいです。はい、木の、はい、はい、おー、はい、結構ずっしりして重みもありますね。これも美味しい証拠ですか？そうです。そうなんですね。色もとっても綺麗ですね。ではいただきます。はい、どうぞ。うん、酸味と甘みのバランスもいいですし美味しいですね。文山みかん園では毎年11月から12月上旬までもぎ取り体験を行っているということです。続いてご紹介するのは大泉町駅周辺エリアです。この辺りは起伏がある地形で、白子川流域で育まれた豊かな自然が魅力です。稲荷山憩いの森は湧き水が出る美しい池があり、春には桜、秋にはイチョウと四季折々の植物が楽しめます。清水山の森、23区唯一の大規模なカタクリ群生地があることで有名なこの公園には、東京の名湧水57選に選ばれた湧き水もあります。
そして大泉町駅予定地のすぐそばには大泉町もみじ山公園があります。その名の通り、もみじの木が数多くある公園で、紅葉の時期には赤く色づいたその姿を楽しむことができます。また高台に位置する風の丘公園には見晴らし台があり、富士山が見えるスポットとして知られています。続いてやってきたのは八坂神社。創建ははっきりと分かっていませんが、江戸時代の書物に旧橋戸村の鎮守として祀られていたことが記されています。八坂神社の脇には中里の富士塚があります。この富士塚を登ると、実際に富士山に出かけたのと同じ御利益があるそうです。これは登るしかないですよね。富士塚は明治時代に築かれたと言われていますが、文政5年の石碑があることから、すでに江戸時代にその原型があったと考えられます。では早速行ってみましょう。結構ね、道幅細いですよ。よし、どうだろう。はい、まだまだですよ。さあ次。見えるかな。合目石3号って書いてます。登山道の途中には、ここが何合目かを示す合目石が置かれています。今5合目です。高さはおよそ12メートル、幅は広いところでおよそ30メートルあります。区内にある富士塚の中でも大きな方です。ここが頂上ですね。わー、着きました。なんか気持ちがいいですね。ただ今日はちょっと天気が悪いので、かなりどんよりとしているんですけれども、晴れている時はより清々しい気持ちになれるんでしょうね。大泉学園町駅周辺エリアにやってきました。町の中心を走る広々としたこちらの道は大泉学園通りです。およそ3キロにわたる桜並木が有名で、桜の開花時期には毎年多くの人が訪れます。この辺りでは風致地区という文字をよく目にします。風致地区とは、都市の良好な自然的景観を維持するため都市計画法により定められた地区のことで、建物や緑などに関して規定を設けることで美しい環境を守っています。大泉学園通りにはおしゃれな洋菓子のお店もあります。パティスリープラネッツは、本場フランスでもその腕が認められ、数々の賞を受賞したパティシエ山本浩二さんのお店。店内には旬のフルーツを使ったフレッシュなケーキや、一粒一粒丹念に作り上げたチョコレート、焼き菓子、アイスクリームなどが並びます。練馬のおすすめコレクション、練りコレに選ばれているスイーツもあります。これですね、練りコレのマークがついてますよ。キャベツ畑のシュークリームです。あの名前がとてもユニークですね。うん、そうですね。あの店の目の前がキャベツ畑なんで、シュークリームのシューはキャベツという意味なんで、それにちなんでキャベツ畑のシュークリームにしました。キャベツが中に入っているわけではない。わけではないんですね。、はい、キャベツ畑のシュークリーム、試食させていただきました。おー、あのクリームが詰まってますね。ずっしりです。重たいですよね。重たいです。ではいただきます。はい、パリッと焼き上げた固めのシュー生地に、カスタードと生クリームホイップクリームを、ね、合わせた、クリームをいっぱい詰めてます。この生地と
カスタードの甘みよく合いますね。こだわりのあるケーキが受け入れられるかなと思ってですね、ここで、オープンして19年目になりました。地元のね、地産地消の食材もあるし、季節に合わせていろんな種類のケーキが出ます。季節ごとに10品ぐらいはいつも違うものが出るので、いつ来てもこう新しい、ものがあると思います。野菜や果物畑に自然を感じられる豊かな緑、そして美しい街並みと、新駅予定地の3つのエリアはそれぞれに個性が光る街だと感じました。最後に大江戸線延伸について区の担当者にお話を伺いました。土師田地域、大泉町、また大泉学園町といった、練馬区の北西部のこの地域には、23区でも数少ない、鉄道駅から1キロ以上離れた地域が未だに広く広がっております。延伸することによりまして、こうした地域の交通利便性を飛躍的に、向上させることが可能かと考えております。一例を申し上げますと、延伸地域から、新宿までの移動時間、区の試算でございますが、これまで約50分、かかっていたものが20分短縮されて30分程度になるというふうに考えております。また大江戸線新駅の予定地周辺では道路や道路の整備や駅前広場の整備など利便性の向上と商業サービス施設の立地を促しまして、町の新たな顔となる拠点づくりを進めております。こうしたことからも今後地域のにぎわいをさらに創出をさせて地域の活性化につなげていきたいというふうに考えております。次回の練馬ホットラインは、練馬で見つけた新春の香り、新春を感じられるスポットを探して区内を散策します。どうぞお楽しみに。練馬の魅力はよりどり緑。